西福寺の時でも、まああの何ですか、売却決定がなされた時にですね、あの総連としてはその報告できる権利はお持ちだったじゃないですか。でも西福寺の時はせずに、今回その丸中に限ってこうやられるっていうのは、そのどういう理由があるのかというと、あのまず西福寺の場合はあの約45億円ですね、入札金額が。でアバールの場合は50億1000万円でした。で今回22億というのは、まあ、その半額にも満たない金額です。で我々は債務者として、いわゆる、債務を返済するのに、まあ、いわゆる50億が22億に減ってしまうと、これは我々にとって非常に大きな損失になるということなんです。まあ、それが理由です、その執行抗告をした理由は。でそれともう一つはやっぱりあの法律的に非常に問題が多いんですよ、今回の決定は。そういうことで、やはり執行抗告をせざるを得なかったという。あの過去に RCC と朝鮮総連が和解交渉をしている時があったんです。その時の和解金額の基本が約43億円なんです。RCC 自体が43億以下ではダメだと、こういうふうに言ってたんです。で我々もそれを基準に和解交渉をしてたわけなんです。ところが今回は、まあ、なぜか分かりませんけど22億でも RCC が満足しているわけなんですね。だからこれもちょっとおかしいなということです。